皆さんこんにちは。ゆずの里ケーブルテレビの伊藤です。今回は、初心者向けスマートフォン教室を、テレビ版ということで行わせていただきたいと思います。お手元にスマートフォンある方はご準備してご参加ください。スマートフォン教室の方を進めていきたいと思います。スマホでできることというのがいろいろあるんですけども、一例並べると電話をかける、写真を撮る、メールを送る、地図を見る、カーナビとして使う、音楽を聴く、ゲームをする、インターネットで調べるなど、さまざまなことができるようになっています。それでは、この教室では、基本的な操作から、そういった、アプリの使い方まで順を追って説明させていただきたいと思います。まず基本操作に関しましては、パソコン等と違って指で行う操作になりますので、指の使い方のご説明からになります。で、こちらでは、基本操作として4つ、ご紹介させていただきます。まず指を使う操作で、1つ目がタップという操作になります。指で画面をトンと触れることをタップと言います。押すのではなくて触れる、触る感じです。トンと触る感じです。はい。この時指の腹で触るようにします。爪を立てるとうまく反応してくれません。で、続いて、フリックという操作になります。文字入力などでも使いますが、指で画面を触れてから上下左右いずれかの方向に向かって指で払う操作になります。高速移動などにも使います。似たような操作でもう一つスワイプという操作があります。対象物を移動させるときに使います。指でそのまま動かすことをスワイプと言います。さっきのフリックは指で払う操作でしたが、スワイプの場合は、指を離さずに動かす形、擦る感じというの操作を言います。もう一つ、の操作がピンチインピンチアウトです。文字や、写真などの拡大縮小に使用します。親指と人差し指を使ってつまむような動きをピンチイン、指を広げるような動きをピンチアウトと言います。ピンチインピンチアウトに関しましては、できるものできないものあったりしますのでご注意ください。もし指の操作で間違って、困ってしまうような場合は、ホームボタンや戻るボタンというのを後でご紹介しますので、そちらで戻っていただければと思います。慌てず落ち着いて触りましょう。続きまして、スマホのボタンの説明になります。スマートフォンのボタンに関しましては、ここではちょっと5個ご紹介させていただくんですが、場所等は、機械によって違う場合がございますので、そういうボタンがあるという旨の、説明で聞いていただければと思います。で、1つが電源ボタンになります。短く押すとスリープモード、画面真っ暗になるようなもののオンオフができまして、長く押すと電源を切るというような操作に変わります。もう1つが音量ボタンになります。大きめのボタンになりまして、音の大きさを調整するボタンになります。通常ボタンの上がプラス大、下がマイナス小で、音の大小をそこで調整できるようになっています。続きまして、ホームボタンというものになります。画面向かって真ん中のボタン、一番下の真ん中のボタンになります。こちらもちょっとボタンのマークが丸だったり家のマークだったりちょっといろいろあるんですが、最初の画面に戻す操作を使うときに使うボタンです。似たようなボタンでもう一つ、その戻るボタンというものがあります。だいたいそのホームボタンの右か左、通常左にあることが多いんですが、戻るボタンというものがあります。一つ前の画面に戻すときに使うボタンになります。非常に便利なボタンになってます。もう一つが、アプリの履歴ボタンというもので、マルチタスクボタンというものになります。アプリの履歴が表示されるボタンです。通常ちょっと使うことは少ないんですが、
使い慣れてくるとちょっと便利なボタンになりますので、使い慣れている方はそちら使ってみてください。以上でボタン、スマートフォンのボタン終了しまして、まあ、早速ちょっとスマートフォンの操作をしてみましょうというところで、まあ、電源から入れるところからという形になるんですが、はい、今ちょっとわざと電源切ってしまったんですけども、まず電源ボタンを3秒ほど長押しすると、電源が入りましてスマートフォンが起動します。しばらくすると時計の表示がされますので、そうすると起動完了です。通常スマートフォンの場合ですと電話等を使うので、電源を切るっていう操作はあまりしないかと思いますので、ここではちょっと例としてあくまでも出しているだけになります。時計のマークが表示されましたら、今度はスリープモードの説明になります。スマートフォンはちょっとバッテリーで動いてますので、電池を比較的長く持たせるために画面を真っ暗になる操作をします。そちらがスリープモードといって半分寝た状態を作るんですけども、そちらが電源ボタンをポチッと1回押していただく と、スリープモードの解除といって画面が操作可能な形でつきます。でまたこれが1分ほどするとまた真っ暗になってというのを繰り返すんですけども、また同じようにして電源ボタンをポチッと押すと画面がまたついてという形、はい、で逆に画面を真っ暗させたい場合は電源ボタンをポチッと押していただければ画面は真っ暗になるという形になっています。それでは、ホーム画面の立ち上げになります。先ほどの、スリープモードを解いていただいて画面が、ついている状態で今、ご紹介させていただいているものは、半分寝た状態でまだ立ち上がってない状態になっています。で起こしてあげるには画面を下から上にスワイプするとこちらでは起動します。こちらも、スマートフォンを使っている方の中には、パスワードや、パターンといった、ロックをかけている場合がありますので、ロックをかけている方は、そのロックに従って操作していただくとこのホーム画面が出てくるという形になります。続きまして起動ができましたら、文字の入力方法といったもののご紹介になります。Google Chrome といったもののところで文字入力のご紹介させていただきます。検索窓をタップすると、そちらの文字が出てきまして、で、携帯入力といった方法が通常出てきます。でキーをタップした回数で文字が切り替わっていきまして、あのところを1回であればあ、2回であればいといった形で、3回目だとうというような形の文字入力の方法が携帯入力と言われるものです。で、アルファベット数字の切り替えなどは、左側にあります、ひらがなのあ、アルファベットの a、 数字の1といった並んでいるような場所をタップすると、切り替わっていきます。でこちら先ほど指の操作でご紹介したフリックといった操作なんですけども、あのところを長押ししてするとあいうえおという形で、上下左右に並ぶんですけども、こちらを指で、下に例えば動かすとおになったりですとか、同じようにかのところ長押しして、かきくけこと並ぶので、左にやればきになるとか、はい、こういった形の操作で入力できる方法、フリック入力と言われる方法なんですけどもありますので、こちらを覚えてしまうとかなり便利なので、ご紹介させていただきます。それでは早速文字入力が、ある程度できたところで、インターネットの項目を使ってみたいと思います。ホームボタンで戻っていただいて、インターネットでは、情報の検索をすることができます。今回試しにスカイツリーの情報を検索してみましょう。まず一つ、目が Google Chrome というところアプリをタップします。 Google Chrome 内開いていただきましたら、検索窓空白内をタップしてください。で先ほどと同じように文字入力の画面が出ますので、そちらにスカイツリーと入力し、右下の5をタップします。
検索結果が表示されます。今回は公式サイトを見てみましょう。スカイツリーの情報が表示されます。スカイツリーの情報が表示されましたら、スワイプもしくはフリックで情報をいろいろ検索することができます。インターネットの使い方は以上になります。続いて写真の撮り方になります。ほとんどのスマートフォンに前面背面にカメラが搭載されています。カメラアプリを使って写真や動画の撮影をしてみましょう。まずカメラのアプリをタップします。カメラが起動します。でこちら画面の説明少しだけさせていただきますと、一つがインカメラの切り替え、内側のカメラのレンズの切り替えにのボタンになります。カメラがくるくるっと回っているようなマークが大半だと思うんですが、ありまして、そちらを押すと、アウトカメラからインカメラの切り替えが可能になります。続いてもう一つがフラッシュ機能の切り替えボタンで、通常 A のマークと雷みたいなマークが一緒になっているものがあるんですけども、そちらを押すと、照明で常に明かりがついている状態を作りますでいますとか、もしくは逆にフラッシュがいらない場合のオフという機能になります。で通常 A のマークですとオートで、必要な場合にだけフラッシュがたけるというものになっています。で、カメラの中に、普通の静止画の写真と、ビデオカメラが一緒になっている場合があります。で静止画の場合は、右のカメラのボタンですとか単純に丸いボタンとかを押すと、カメラの撮影で、もう一つ動画の撮影でビデオカメラが撮れるようになってまして、でそちらが、赤いボタンで、録画のオンオフみたいな形のボタンがありますので、そちらが動画の撮影になります。それでは写真の撮り方になります。先ほど静止画の方になりますが、カメラのボタンのところをパシャッと一回タップしていただくと撮ることができます。撮った写真を見るには、右側に右下の方に小さい窓がございますので、そちらをタップすると撮った写真の確認ができます。で撮った写真に関しては、ピンチインピンチアウトの操作で、写真の拡大縮小ができます。で、例えばカメラ間違って撮ってしまったような場合は、そこから1回タップするとメニューといった項目が表示されますの でゴミ箱のマークを押していただくと削除ということが可能になっています。削除しますかといったメッセージが出ますので、削除もしくはゴミ箱へ移動などをタップしていただき削除します。カメラを撮っている最中に、ピンチインピンチアウトの操作をしていただくと、拡大縮小で、広域を映すですとか、ズームして撮影するということが可能になっています。続きまして地図アプリを使っていきます。地図アプリマップというものがありますので、そちらをタップしていきます。でマップをタップしていただくと、検索窓が上の方に出てきますので、そちらに、検索したい場所を通常検索するんですが、今回こちらにはマイクのマークがございますので音声入力をしていきたいと思います。藻山町役場、そうしますと、検索結果が表示されて、調べたい場所が表示されます。で、こちらでもピンチインピンチアウトの操作で地図の拡大縮小ということが可能です。つまむと地図が縮小しまして、指2本開きますと地図が拡大します。また、今先ほど藻山町役場調べたんですが、そちらの経路という青いボタンが下の方に表示されますので、そちらをタップすると、カーナビに近い状態のものが表示されます。で、上の方の項目で徒歩何分ですとか車で何分ですとか、もしくは遠い場所の場合電車で何分といった、乗り換え案内といったものが表示されます。
慣れるとかなり便利な機能なのでぜひ使ってみてください。地図アプリの紹介は以上になります。続いてアプリの追加方法になります。使いたいアプリを追加してより便利にスマホを使ってみましょうという部分です。プレイストアというものがございますのでそちらをタップします。同じように上の方に空白でありますのでそちらに空白内タップしていただきます。でそこに入れたいアプリの項目を入れるんですが、例えばこちらでは歩数計など入れてみます。そうしますと歩数計のアプリの一覧がずらっと出てきますので、自分が、使いたいものを選んでいただいて、ダウンロード、インストールという項目を進んでいただきます。インストールが終わりますと開くというボタンに切り替わりますので開いていただければそのアプリがもう使用可能ということになります。同じようにして、いろんなアプリが ありますので、自分が興味あるようなアプリの名前を入れていただいて、検索して自分のスマートフォンの中に使っていただくというのが便利な使い方になってますのでぜひご活用ください。以上でアプリのやり方以上になります。以上で、初心者スマートフォン教室は、終了となります。弊社ゆずテレビでは、格安スマートフォン、扱っておりますのでもしスマートフォンご興味ある方はぜひ一度お問い合わせいただけますと幸いです。よろしくお願いします。